お帰りにな。私の日常を、私のすべてを、あの大崩壊が一瞬にして奪っていった。家族を探して、当てどもなく、何日も何日もさまよった。自分がもはや人ではないことを知ったのは、それからしばらく経ってからのことだった。ここは私たちの新しい住処だよ。レヴナントとして蘇ったからにはきっと意味があるはずだ。全てを失った者たち同士でもう一度人生をやり直そう。亡くなった人たちの分まで。そうね、腐ってても何も変わらないもの、やってやろうじゃないの。ようやくこの世界で生きる意味を見出せた。そう思った時々だ。ロストの襲撃によって仲間は次々とロストに落ち、私は再び全てを失った。それ以来私はこの住処から出ることはなくなった。みんなで蓄えた血類が尽きる時、私という存在もなくなってしまえばいいと思っていた。あの時、この場所で二人の子供たちと出会うまでは。話をしていればもっと分かり合えたかもしれないのに。私、あの人のことを探してみようと思う。まだ生きていたらだけど、もし他の記憶を見つけたら教えてもらえると嬉しい。カーミラのこともっと知りたい。